お聞きください。この大今キックオフです。それよし、しまった、腕から抜いた、小池くん、ここは中瀬野くん体ごとぶつかっていった。横をすり抜けた。そら佐野くん、タグリーをかわした。抜いてやる、カルワザスのような動き。佐野くん、鋭い回転をかけてゴールを狙う。ダイビングキャッチで抑えた。ふっ、そらタックルを決めた。そら、よし、上から抜いた。高島君、ボールを奪うことができません。ゴール前に持ち込んだ。タイガーショット、それがかける。これは聖剣ディフェンスだ。そら、アントキック、どこまで運べるか。ノリス君、タックルも決めた。よし、まさか上から抜いた。軽やかに待った。ここでタイガーショット、タイガーショット、川辺君、これをブロックに行く。ブロックされたボールは上空へ。高島君、ここは抜かせません。どうだ、高君、ほら、よし、軽やかに待った。高島君、ボールは狙うと届かない。上から抜いた。これは決まった。上から抜いた。東方、ボールを奪うことはタイガーショット、横っ飛びで鋭く決めた。ゴール隅に決まった。いくらでも決めてやる。ゴールを決めてきた。パスを出します。ゴールを使っていった。よっしゃ、上から抜いた。このタックルは不発に終わります。ほら、よし、持ち込めるか。上から抜いた。それ、ハントキックで大きく蹴り出した。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。平戸、闘志をむき出しで相手チームへと向かっていく。体ごとぶつかっていった。ヒューガ君、ボールを奪うことができません。かわして振り切った。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。ほら、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 上から抜いた。くらえ、なに、どうなった。さあ、ゴール前です。ここでタイガーショット、それだ。あ、弾きます。上から抜いた。もうこの一撃がタイガーショット。サノト、シュートを変えた。ダイビングキャッチで抑えた。ハントキックで大きく蹴り出した。よし、さあカウンターだ。サノト君、左へパス。キレガさん、ここは抜かせません。左へ預けます。軽やかに待った。ここからチャンスを作れるか。上から抜いた。軽やかに待った。さあ、ゴール前です。鋭いスライディング、大きくクリア。佐野君、巧みにひょいとかわした。抜き去った。体ごとぶつかっていった。おっと、これはオフサイド。東方、ここからフリーキックです。高島君、パスで来ました。ほら、それ敵陣へ攻め込みます。中島君、ボールダッシュ成功。スライディングで止めた。小池君、素早く横にかわす。澤田君、横にかわして突破。いけ、軽やかに待った。上から抜いた。軽やかに待った。時計は30分を過ぎた。前半アディショナルタイム突入です。ここでタイガーショット、タイガーショット、中島津くん、よく飛んだ。キーパー止められない。決めた。鮮やかにゴールを決めました。もらった。長いパスが飛
たどうだ止めた殺さずに待った、はあ、ここだ上から抜いたさあゴール前ですタイガーショットそれゴールを襲うニューヒーこれでどうだハットトリックの大暴れですが殺したキラド前半を終えて大量リードしかしまだ油断は禁物でしょうさあ注目の後半戦このパスをトラップ体とぶつかっていったキラド闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていくよし何上から抜いた軽やかに待った上から抜いたパントキックで大きく蹴り出したどうだ成功よっしゃ上から抜いた軽やかにゴール前に持ち込んだもうこの1タイガーショット若島津君ボールはまだ生きているどうだ流れ球をものにした軽やかにシュートまで持ち込めるかもうタイガーショットストレート若島津君ボールはまだ生きているこぼれ球をものにするチャンスが決まったこれはタッチを終わります東方この位置からのスローイン川辺君ロングスローできたいけ自得点激しいタックルパスを出します川辺君このタックルパスをしますダンカーださあ終わった本来で軽やかに待ったフィールドを一つタイガーショットを運ぶこのボールに飛びつくあっと必死にゴールを守った体ごとぶつかった上から抜いた川田君ここは抜かせませんやりたいなんという破壊力まさに走るダンプカーだシュート成功佐野くんはぁシュート勝率を変えたさあボールと真っ向勝負佐野くんこれで終わりだと思うなよロングパスターこのパスをトラップそれ激しいタックルほらよっしゃ上から抜いたこれは必殺のロングパスだ野田くんナイストラップどうだ上から抜いた小池くんスライディングでカット前半15分が経過しましたここからラストスパートをかけてくるかスライディングで止めた小池くん横に飛ばした中田くんここは抜かせませんほらセンターラインを越えて出てくる軽やかになった上から抜いた軽やかに待ったここでタイガーショットタイガーショット若島津君横に飛んだボールはまだ生きている逃げたぞボールを持った平戸闘志を抜き出して相手チームへと向かっていくここでタイガーショットタイガーショットそれ若島津君このシュートに反応している決めてやったぞゴールをゲットパスが通ったそれ激しいタックルここから長い距離のパスを狙う行くぞここはパスを出したそうだ軽やかに待ったこのタックルは不発に終わります軽やかに待ったパスこれは通るか野田くんナイストラップどうだそんな上から抜いたどうだ軽やかに待ったここから長い距離のパスを狙うロングパスだ体ごとぶつかっていった沢田くん素早く横にかわす体ごとぶつかっていった軽やかに待った高杉くんボールを奪うことができませんこれは必殺のロングパスだ野田くんこれはうまく受け取った
行け。このパスは通らない。激しいタックル。パス、これは通るか。アーク、ドリブルを見送る。ゴリマス君、ボールを狙うも届かない。ドリブルでボールを運ぶ。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。チャンスが決まった。パス、これは通るか。逆サイドにボールを振る。パスを出します。ソリマチ君、ボールを奪うことができません。佐野君、軽渡すのような動き。ゴールラインを越えてしまった。東方、ゴール前からどう展開していくか。タキチ、このパスをトラップ。パスを出します。チャージが決まった。どうだ。そんな上から抜いた。フィールドを一筋の先行に投げるんだ。佐野君、このシュートを頭で取った。これは若島津君ファイン。平戸、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに。やった、やったぞ。今年の全国王者に勝ったんだ。バカな、俺たちが負けるなんて。見たか、ヒューガ。これが強い奴を倒すというわしらの心意気の強さよ。佐野さん。佐野だ。平戸中の気迫はすごかったです。王者として追いかけられる怖さを今日は思い知りました。けどこの経験は無駄にしません。来年はディフェンディングチャンピオンとして絶対に僕たちが勝ちます。その方が俺も燃えるってものさ。楽しみにしてるからな。それにしても俺が複数点を許すなんて、あの1年生まさか見すぎや翼、キャプテン並みのレベルだっていうのか。そんなことは、いや、ありえないとは言い切れないな。あいつもきっと代表に選ばれるだろう。そこで俺がその才能を見極めてやる。君と戦うのが、よし。へえ。うん。
それ。よし。おい。ん？お前はどうした？え？ちょっといいか？よし！すまない。すごい！はあ。俺はありがとう。はあ、よし、ありがとう。どうした？そうじゃない。ほら。おい。頼むぞ。そうだい。あのさ、ねえ、やった！うん。よし、頑張って。おう、お前か。こんな時間にどうしたたい。わしか。まあちょっと考え事をな。
このリーグ戦が始まる前のことたい。ニューヒーローリーグが始まる前、姫路たちはわしに全力で戦いたいと言った。あいつらにそんなつもりはなかっただろうが、その全力という言葉がわしの胸に突き刺さった。お前も覚えているはずだい。全国大会の南葛戦、わしら平戸中は前半で大きくリードした。わしはあの時翼と南葛の力を見切ったつもりになっていてな。追加点を望むみんなに先のことを考えて、後半はペースダウンするよう指示してしまった。だがそれは翼と南葛を甘く見たわしの油断だった。全く無策のまま翼のドライブシュートに得点を許し、息を吹き返した南葛に試合のペースを握られた。そして最後はわしが来すぎと滝にやられて、ついに逆転負けを喫してしまった。わしは自分で打倒南葛、打倒大空翼を掲げて、みんなに猛練習をさせておきながら、その南葛戦でわし自身が足を引っ張ってみんなの夢を絶ってしまったのよ。もしわしが油断せず後半も全力で次の点を狙っていれば、未来は違ったかもしれん。そのことをニューヒーローリーグ開幕前に痛感させられてな。だからこのリーグ戦、男としてキャプテンとして今度こそみんなの夢を叶えると決めた。このままではわしはただの嘘つき。みんなのために打倒南葛、打倒大空翼を成し遂げねばならんのよ。それで気楽いったわけじゃない。何事たい。いやー、ジト熱い演説だったぜ。さすが俺たちのキャプテンだ。お前たちいつの間に。実は少し前から来てたんですけど、キャプテンがあんまりにも熱く語ってるから邪魔したら悪いかなと思いまして。前にも言ったことあるけど、俺たちがここまで強くなれたのは児童が目標を掲げて引っ張ってくれたからさ。実際平戸中のサッカー部はそんなに強豪だったわけじゃない。長崎県大会は優勝候補でもなかったしな。もしも児童がいなければ大きな目標を立てることもなくて、そこそこ努力してそこそこの成績で県大会を終わっていたはずさ。ああ、児童が俺たちに大きな夢と大きな目標をくれたんだ。そして今回もまた児童は俺たちを引っ張ってそのために努力をしてくれた。児童、明日の南葛戦必ず勝ってお前を日本一のキャプテンにしてやるからな。お前たち。どいつもこいつも暑苦しい連中よ。ならば最後までわしららしく熱く熱く行こうたい。明日は全てを燃やし尽くすぞ。そしてニューヒーローリーグ全勝を成し遂げる。いいな。先輩たちの中学サッカー最後の夢、俺たちの力で叶えてみせますよ。なあ。ガッハッハッハ。わしと佐野のコンビもまだまだお前には負けんたい。頼りにしてるぜお前たち。おいおい佐野、大事な試合の前に風邪なんかひくなよ。
分かってますって。それじゃ宿舎に戻りましょう。佐野もだいぶ自信つけたな。それもあいつの力が大きいよ。本当に二人で頑張ってたもんな。今のあいつらになら安心して平戸中を任せられる。俺たちがあいつらのためにできることは、明日の試合に勝って大きな自信をつけさせてやることだ。その通りたい。わしらの夢、来年の平戸中の夢のために、絶対に明日は勝つぞ。あ！
夏の青空の下、ついにこの日を迎えました。新たに開かれました中学生のサッカー大会、ニューヒーローリーグの最終戦、南葛中対平戸中。南葛のキャプテン大空翼くんは全国大会で負った怪我も癒え万全の状態。それに対するは全国大会で南葛中を大きく苦しめながら惜しくも敗れた平戸中。このニューヒーローリーグでは地藤くん、佐野くんを中心に力強く勝ち続け、この最終戦で南葛へのリベンジを狙います。さらに今回平戸中では新しい戦力として加わった1年生が躍動、ここまでの快進撃の原動力となっています。ここまで両中学とも全勝で迎える最終戦、エキシビションではありますが、勝利チームがリーグの勝ち点トップとなるため事実上のリーグ決勝戦と言えるでしょう。さあ間もなく試合開始のホイッスルです。翼、もう怪我は治ったのか？ああ、肩も足ももう全く問題ないよ。それは良かった。大、どうせ強いやつを倒すならば万全の相手の方が戦いがいがあるというものよ。今日はあの時のような不覚は取らん。一瞬たりとも油断はせん。そしてお前たちの攻撃は全てわしが止めるたい。そうはいくか。俺たちだって力を磨いてきたんだ。南葛シルバーコンビでまたお前の壁を突破してやるぜ。そして平戸のコンビプレーは俺様が止めてやる。覚悟しとけ。ケケケ、石崎さん、平戸の武器はコンビプレーだけじゃないですよ。それにもちろんコンビプレーだってあの時と同じじゃない。まあ楽しみにしててくださいよ。君のこれまでの活躍しっかり見せてもらったよ。エキシビションとはいえこのリーグ戦が開かれたからこそ君とこうして戦えるんだ。すごく嬉しいよ。今日は思い切り勝負をしよう。ああ、楽しみにしてるよ。正々堂々、力の限り思い切りぶつかり合おうぜ。